俺は人のために拳を振る兄ちゃんらに惚れた。喧嘩するなら人のためだ。自分のためにやっちゃいけねえ。変わらず任侠に生きてくれや。じゃあな、またどっかで会おうや。そう言って工藤さんはかっこよく去っていった。